はい、それではですね、フジロックを毎年欠かさず行っているというコッペさんにですね、フジロックの魅力を話してもらいたいと思うんですけど、じゃあちょっと歴史的な話から振り返ると、おそらくだけどね、はい、1997年にスタートして、もう1年目は富士山の富士天神山スキー場、はい、でやって、はい、でそこで1日目で台風でぐちゃぐちゃになって、はい、で2日目いろいろまた有名な人が出る予定だったんだけど、はい、あまりにも大惨事だったんで中止です唯一の中止になっちゃったのが1年目、はいはい、でしかも俺が4時に着いた理由になってたのが、はい、大渋滞がなんかね、あの1年目だからみんなマナーとかも分かんないから路駐したりしてるバカがいっぱいいて、はいはいはい、それで交通がただでさえ麻痺するのを悪化させちゃったみたいで、はい、で地元の人たちに猛反発を食らいまして、もう二度とやれなくなりました。あ、富士山近辺で静岡山梨はそれでなくなったんだ。それで富士山富士ロックとついてるのに、富士ロックってついてるのに外人がいつも苗場でどこだ富士山って言ってんだけど苗場からは見えないんだあれおかしいと、富士山見えねえ、苗場どこだっつってる人もいるいや、そりゃそうだよ。そうそうそう、うん、初めて聞きました。なんかなぜフジロックっていうの、フジロックなのに苗場でやるのかっていう気になってますよね。そう、ただただあのコッペさんの話で、うん、なんかなんかフジロック毎年行ってるけどカッパでみんな見てるイメージしかないですけど、うん、あのね、ほぼ雨降ってるよね。ですよね、なんかね、なぜか、うん、10年に1回ぐらい3日間雨が降らないね、うん、10年かなり少ないですね、10年に1回ぐらい。もうね、ロックインジャパンとかは大体晴れるんだけど、うん、フジロックは大体雨で。ちょっと来年コッペさん連れてってくださいよ。来年君らを連れてくる子供もと一緒に。今年じゃなくて、いいですね、今年じゃないんだ。子供も大きくなったらありですよね、よ、みんなで行く。もうね、一度行きたいんですよ。今ね、もうハーレー乗りが全部集まるんですよ。そう、だんだん入場料が高くなっていって、ね、家計を圧迫するんだけど年々高くなってる。当初いくらだった？当初はね、うん、すごいもう本当にメジャーなアーティストがいっぱいで、レッチリとか、うん、はいはいはい、うん、すごいですね、レッチリとかね。それちょっとあの初歩的な質問初歩的な質問なんですけど、うん、フジロックっていうのは他の野外フェスとはなんか格式が違うんですか？そういうオアシスとかが出るとかありますけど、やっぱちょっと一線隠してるんですか？やっぱりちょっと本当に音楽好きな、フジロックは、はい、日本のバンドは金を払ってでも出たい、うん、日本の大抵のバンドは、はい、よっぽどメジャーな人は除いて大抵のバンドは、はい、あのただでも出たい、金払ってでも出たいっていうところがある。あ、うん、そのぐらいこうすごい感じだよね。あ、ステータスに、ステータスにもなるし、実際なんかこう空間が素晴らしいし、はい、あのそれこそだからビートルズが武道館出たから、はい、武道館でやるのがこう、あ、ステータスみたいな部分もあるし、はい、あと実際雰囲気も本当にいいし、はい、客として見てもいいから、はい、フジロックって出たいっていう人は本当多くて、はい、うん、それはもう本当にそうで、はい、あのベックって映画がもうあったね、それを、あ、そうそう、あのなんかね、ベック、分かりやすくしている感じはしますよね、格式的な、あれ作者がハロルド、ハロルド、うん、そうそう、そう、それをね描いてる漫画であり映画だよね。もともとは漫画なんですか？もともとは漫画。ああ、漫画見てないの？そう、映画を見た時にちょっと面白いなこの映画と思った。あ、映画で、俺映画見てないんだけど、映画で面白いんだったら多分原作の方が全然面白い、うん、そうですね、映画も面白かったですよ、あれは。あ、そうなんだ、うん、ああいう感じ大好き、うん、ちょっとフジロックの話に戻るんですけど、うん、1年目がそこで、2年目はどこでやったんですか？2年目が、はい、豊洲。あ、今度は東京の埋め立て地で、うん、で冗談半分に近くにフジテレビがあるからっつってフジロックとか言ってたけど埋め立て地で何にもなくて、はい、で
2日間やったんだけど、はい、あのね、敷地内に影というものが一つもなかったの。影がない状態で、はい、35度ぐらいあるところに熱中症だ、3万人ぐらいの人とかが集まっているから、はい、俺本当に熱中症で死にかけました。だからかき氷が売っててすごい並んでんだけど、はい、でかき氷の列並んで、かき氷2杯ください、シロップかけないでくださいって言ってあのシロップのかかってないかき氷が徐々に溶けていくのをこう少しずつこう顔にひたひたってくっつけながら、あそう、1000円分のかき氷を買ってシロップをかけないでもうこうやってこう顔をもう額とかほっぺに塗りながら、俺は絶対死なないと思いながら、いや初めてですね、そういうかき氷の使い方だったこういう使い方、しかもねまだねこうフェス慣れもやる側も慣れてないから、はいはい、需要と供給が分かってないからドリンクがね、はい、500ミリのドリンクペットボトルが売り切れやがって、はい、夕方4時ぐらいに売り切れやがって、はい、これ本当にどうすんだとね、死ぬぞと、うん、死ぬぞと思って、まだ 1.5 リットルのコカ・コーラはありますって言ったから1.5 リットルのコカ・コーラを俺買って小脇に抱えながらライブ見て、うん、ビチビチビ飲んでてちょっとこれあの見たいですね、その 1.5 を小脇に抱えた感じを、もうそんな感じだったから、うん、でみんな熱いわ喉乾いた気持ち悪いとか言ってて、俺 1.5 リットル持ってっからもう飲めっつって、周りの5人ぐらいの男野郎ども、上半身裸のやつとかにも、これもう飲んでいいよっつって、回し飲みさせてたよ。そういう思い出ですよ。そういう、それがフジロック2年目。1年目、2年目、イメージが全然違うんですね。3年目はどこですか？3年目でやっと今の苗場。苗場が、で、そっからずっと苗場。苗場はね、と定着してる。苗場はパラダイスだったね。あの、1回目に苗場に移った瞬間は、うん、はい、まず木陰があるでしょ。うん。まあ、木陰あります。やばいですね。木陰があるでしょ。で、苗場ってなんかね、リゾート地だからね、うん、渋滞もあんましないのよ。あの人がさばけるようななんか立地になってるから、あそれはあるかもしれないですね、うん、やっぱあスキー場があるから、冬はね、うん、あるからやっぱりあのたかが知れてんのよ、混むは混んでも、うん、たかが知れて流れてるような感じだから、うんうん、でしかも苗場ってちょっと東京から遠いし、フジロックなんか高いから、うん、あんまり人もそんなに入ってなくて、はい、人もあんまりいねえし、うんうんうん、いいバンドがいっぱい見れながら快適にこうやってたよ。でちょっと素人目線で聞くと、その、うん、フジロックの会場は一つじゃないんですよね。ステージが、うん、なんかメイングリーンステージというメインステージがあって、うん、あと新人の人とかがよくやるレッドマーキーっていうなんかこうちょっとテントがついてるところが一つあって、はい、うん、あとなんかちょっとまた離れたところに中とあんま1万人ちょっとぐらい入りそうなステージがあったりして、はい、うん、で出だしそんな3つとかそんぐらいだったんだけど、はい、今何個あるのかよく分かんないね。6個ぐらいあるのかな、7個とかね、うん、これやっぱりあれなんですか、あのこうベックの映画みたいにまたそれになっちゃうんですけど、そうそうそう、いろんなとこでやって、例えば大御所はこのステージで、そうそう、大御所はねグリーンステージって一番でっかい3万人4万人入りそうなステージ、うん、そう、やっぱ格付けみたいなのは、格付けっていうかまだあのなんかそ、うん、またねそこに向いてる音楽っていうのもあって、うん、かっこいいね、なんかね、言葉がね、ちょっとますます行ってみたい感じ、ね、大きいところで向いてる音楽っていうのもあるけど、うん、ちょっと小さめのステージなんだけどものすごい盛り上がるようなこうやつもあるし、うん、なんか民族音楽みたいなのもやってたり、へえ、よくさなんか日本のフェスとフジロック、日本のフェス、フジロックも日本のフェスだけどさ、はい、あの日本人しか出ないフェスと、はい、フジロックって何が違うっつったら、だからサッカーで言ったらワールドカップと J リーグみたいな、あーなるほど、そりゃメッシとか、はいはいはい、あクリスチアーノ・ロナウドとか、ドイツ軍みたいなのがさいる感じですよ。なるほどね、やっぱりすごい。音はこう喧嘩しないんですか、会場会場と会場、音はほぼ喧嘩しないんだけど、はい、稀に、はい、あの病区わかる、病区、病区が静かな曲やってる時に、病区が静かな曲でやってる時に、隣でねもうパンクのルーツのみたいななんかイギーポップっていう人がなんかやって
やってる時は邪魔してたよ、うん、曲感とか邪魔してた。ちょっと静かになった瞬間にね邪魔してた。これでこれやっぱりこうセッティングミスみたいな感じですかね。もうこうくっつけちゃいけないよみたいなね、うん、結構離れててね、あのガンガンやってる時は気にならない、わかんない、うんうん、でそんぐらいの計算はされてる感じで行くと、そのまずゲートみたいなものがあって、そこで入るんですか。そのそうそう、最初に入り口みたいなところでこうまずお金払って、はい、手にこうなんか腕輪みたいなの。あーなるほど、はい、腕輪っていうかなんかここにこうディズニーとか、うん、そう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 みたいな感じのなんかこう、はい、腕になんか巻きつけるやつをやって、はいはい、うん、でそれをこう入り口とかで見せたりして、はい、入って出入り自由みたいな感じなの。出入りはもう自由、ステージ移動も自由なの。自由自由自由。たまになんか悪さしてこうなんていうの、山の間から入る人とかもいるから、ステージの間とかにそれをチェックする人とかもいるけど、山の間からなるほど。いやいるんだやっぱり、なんかそういう人もいるんだよ、川のとこちょっと見に行こうぜみたいな感じですね、うん、ただで入ろう金ねえからっつって、はいはい、うん、ね、そう、うん、そうで、ステージにこの移動っていうのは結構疲れるんですか。疲れる、うん、山ですもんね、うん、うん、ね、暑いし暑くはないのよ。暑くないですか。あのね、真夏なんだけど、はい、苗場って避暑地で、うん、しかもなんか林の中とかって涼しいじゃん、うん、森の中とか、そうですね、木陰で、はい、だからそこまで暑いというのはないもん、うん、基本さ、もともと埼玉で暮らしていながら、はい、うん、苗場に行くから、あ、だから全然涼しいよ、夜とかクーラーいらないもん、うん、一晩中やってるんですか。一晩中やってる。そう、一晩中やってんの。本当ですか、うん、ただ一晩中なんかいらないけどね、もう、うん、持たないから、うん、え、朝5時とかでもやってるんですか。やってる朝5時までやってる、逆に言うと10時ぐらいに始まって朝の5時までやってる、はい、なんかポツポツしてて、こうなんかビール缶持ちながら寝てる人とかいるみたいな、そういうのはないんですか。かん、まあ、かん、ビール飲みながらはいるけどね、缶、うん、が持ち込み禁止で、へ、うん、ペットボトルとなんかあのそこで買ったなんかカップのビールとかしか飲めないから、はいはい、もうあぐらかいて朝方見てるみたいな、そういう、なんかね、ステージはもう限定されちゃうんだけど、うん、なんかそうするとオールナイトでこうなんていうの、 DJ みたいな感じのノリの人とかも多いし、へー、うん、必ずどこかで音楽が鳴ってる感じ。やっぱ面白そうですね、うん、そう、すごい豪華なメンツやってても、でもね、俺もう年のせいもあるけどね、はい、持たないからね、だって、うん、だってなかなかの時間だから、ね、一回でホテルに帰るんですか。一回ホテルに帰ったり、あとキャンプしてる人もいる近くで。そうなんですよ、うん、それをやりたいですよね、キャンプ ね、うん、いやね、ごめんね、雨降ってる印象がだと、そう、強い、あのね、雨がほとんど降るからキャンパー結構きついよ。ああ、そうかそうか、晴れ、全部晴れてんだったらいいのかもしれないけど、はい、雨の中さ、びっちょびちょに濡れたのにさ、着替えたりさ拭いたりしてお風呂入ってとかができないね、キャンプのやつで、でそれ3日間だからあんまりないでしょ、あの傘もささずに雨の中ずっと外にいるって。小学校以来ないんじゃない、ないでしょ、自転車あのね、雨の中に外にずっといなきゃいけないのって かなりね、しんどいんだよ寒くなりますよ、ね、寒いの、そう、暑い時期の雨って寒いのさ、うん、そう、ブルブル震えちゃってね、でやっぱ3日間好きな人は行くんですね。3日間好きな人は行くけど、最近は俺も3日行けない、うん、子供と行ってるし、うん、3日行くといくらするんですか。そうです、ね、3日行くとね、うん、4万ぐらい、うわ、1人、すごい、1人、それプラスプラス交通費、いい、宿泊代、これは本当に好きな人じゃないと3日は、うん、そう、あとはビール代ね。ああ、まあそうですよ、飲みますよ、ね、飲まないけど俺は、うん、いやでもそう、それだけでもまあね、毎年やってるってことはリピーターも結構、リピーターは多いけどね、少しずつなんかこう、なんか新しく来る人とかもいたりして、なんか程よい混ざり合い、うん、うん、いいですね、面白そう、子連れも増えてる、本当に、やっぱ最初のに来てたような世代はみんな子連れになって、うん、ああ、広末涼子も一昨年ぐらい来てたしね、子供連れで。あ、本当に、本当にすごいな、それ。歌う方じゃなくてね。あ、歌う方じゃない、とってもね、もう出れるは出れないんだよ、ね、あのね、5秒、うん、
5秒前でまだまだね、あとね5年ぐらいはかかると思う。こうミニステージかなんか別枠で分かんないけどね。本人どういうアーティストが日本人は出られるんですか。ユニコーンは出られる。ユニコーンって出てないね。出てない。奥田民生は出てる、ソロで。3回か 4回ぐらいかな。もう井上陽水も出てるんですよね。井上陽水も出てたね、1回。世界の終わりとか今最近入ってますけど、世界の終わりはまだ出てないと思うよ。俺が間違ってなければ。あ、サカナクションとか出てる。あ、エレファントカシマシとか。エレファントカシマシ出たかな。ウルフルズとか。ウルフルズは、初めて出たんじゃない去年。ああ、そうなん。そんな感じなんですか。うん、何ね。いやいやいや。でも、ラルカンシエルとかは出てない。出てない。グレイとかも。ミスチルスピッツ出てない。やっぱなんか、なんとなく音楽の匂い的なものも感じられますね。なんかね。あの、よく。ブルーハーツじゃないけど、その黒。あの、ブルーハーツ、1年目からハイローズで出てて。ああ、まあ、ほんと？うん。で、クロマニオンズはな、ハイローズとクロマニオンズは何回も出てるよ。へー。あまりにも何回も出てるから、はい、他に見るものがあったら、こう、見に行かないもんね。うん、なんかでもね、ちょっと原点に戻りますけど、うん、なんかわかりますね。なんか、そういうのに出てる人って、うん、ちょっとなんか日本の音楽にとらわれてないよう な、まあ、そういう感じもある。そういう感じも人たちだよね。椎名林檎は出てない。椎名林檎もね、多分ね、時代的にね、あ、東京事変で出てると思うよ。やはり椎名林檎でも出たかな、わかんねえな。俺もなんかずっと3日間行ってるわけでもないし、あの、欠かさずっつってけど、実はね、十何回かやっててね、2、3回で行ってないんだよね、あのね。会社があって、土曜日の何のごっちゃがある時とか、仕事があったのと、行けないよね。いや、でもそれだけの出勤率は高いと思いますね。うん、まあ行ってる率は高いと思うけどね。そうだね。インターネットオークションなんかすごい値段なんですからね。で、でもね、それはね、そうなった回が何回かあるだけで、うん、普段は基本チケット取れるよ。あ、本当ですか。多分あのね、病区が中ですんごいなった時もあるの。確かに7万ぐらいとかなったこともあるんだけど、うんうん、基本はなんかね、チケット余っちゃってる時も多いですよ。あんまりこうね、客呼べるもの人ところばっかり集める感じでもない。そう、なんかちょっと僕も素人からでちょっと質問なんですけど。僕も素人だよ。そのあれなんですか、チケットってそのイベントのチケット1日目2日目3日目で買うんじゃないですか。あとね、だから1日ごとに買うチケットと、うん、3日間セットで買うチケットと、うん、ある。そのアーティストのためのじゃなくて、アーティストのためじゃない、じゃない、その日その日、うん、あー、アーティストだけを目当てに来る人もいるけど、うん、うん、どっちかっていうとフジロックはそういう人少なくて、遠いしいっぱい出るの分かってるから、うん、高いし、うん、だから単独だけの狙い で来る人よりは、うん、なんかやっぱりフジロックっていうのが好きな人が多い。うん、うん、どういう人があれなんですか、思想としてはやっぱファミリー層があるとして、うん、本当に音楽をやってる人、音楽やってる人も好きだし、あの、うん、ちょっと行っちゃってる人もいるんですか。行っちゃってる人もいるし。でもね、基本マナーとかすごいよ。女性がこう脱いじゃって乗ってるっていうのが、そのベックの漫画でこう描かれてました。あんなのいない。あれはいないね。あんなのいないいない。それはあの、うん、ジャパンサンスプラッシュ行けみたいな感じですか。レゲエ。それはね、X ジャパンのライブ行った方がいいですよ。ああ、なるほど。上半身脱げーっつったらみんな脱ぐんでしょ、うん、あ、そうなんですか。本当に。そうだよ。ブラ外せっつったらみんなブラ外すんだよ。あ、すごいな。いやー、ちょっと行こうかな。X ジャパン。なんかね、完全にそう、この話の流れずーっとしてたけど、X のライブ行きたいっていう気持ちにしかならなかったね、今ね。だから実際フジロックって本当にね、
6年7年ぐらいなんですよ、その存在自体を知ったのが。まあなんとなくフジロックがやってるっていうのは知ってたけど、うん、実際に僕もオートバイ乗り始めて、うん、まあ、オートバイ乗りがみんな行くわけですよ、キャンプ道具を持って。へえ、あ、いるよ、オートバイ。そうそうそう、オートバイで行くのが一番なんか駐車場も確保しなくていいし楽かもね。でテント張って、うん、ビール飲んでみたいな、うん、超かっこいいなと思って股間にテント張ってね、うんでただ、うん、いずれにしても、うん、みんな毎年見てても雑誌を見ててもカッパを着てると。そうそう、カッパを ね、だからね、すげえおしゃれしていこうとか思うんだけど、うん、どうせカッパなのよ、うん、どうせカッパ、あ、もうほとんどカッパなのよ、カッパと長靴なのよ。そうなのよ。なるほど、ね、だんだんカッパと長靴がおしゃれになってってね、みんな、うん、ああ、おしゃれなカッパとおしゃれな、おしゃれなカッパ、おしゃれ長靴になってって、うん、見せる場所変えてくるみたいな、ね、おしゃれ、おしゃれ野郎どもがみんな、やっぱ慣れてない人が来ちゃったなみたいで格好見て分かる人もいるんですか。そういう人もいるけど、なんかそれも微笑ましくて、はい、いいよ。3日間土砂降りなのに、はい、なんか100円で買ってきたポンチョとかやって、ビリビリに破けて、うん、もうで、しかも、まあ、雨の中寒いに決まってんのに、はい、裸足にサンダルで来ちゃって、あ、短パンで来ちゃって、はい、こいつ凍えじるな、この野郎っていう感じで。ちょっと逆に聞いていいですか、はい、もうフジロック行くなら、うん、この格好だろうっていう。いや、もうね、何でもいいんじゃないかとは思うけど、身を守りたくてこう過保護に行きたいんだったら、うん、いい程よいカッパ、うん、お金があるんだったらゴアテックスのカッパがいいんだけど、そんなの買ってらんないから高いから、だから程よい普通の上下ちゃんとしたカッパ、うん、あとなるべく長ズボンと、うん、にした方がいいよ。で、上着も持ってったりして。登山靴の方がいいですか。で、そうだね、登山靴か、もう底のしっかりした 山とかも歩きやすいような長靴。逆に黒いゴム長とかいないですか。黒いゴム長との人もいるよ。いるんですか、うん、やっぱり、うん、軍手とかもした方がいいんですか。軍とかはしないね、あんまりいないけど。どちらかというと洗い物用の手袋。洗い物用の手袋もしないね。しない、うん。うちにさ、じゃがいもの皮をそのまま手袋をはめたまま やれるみたいな。あれあるけど、あれしてる人もいない。いない。いや、そりゃそうでしょうね。うん。あれ、だそれは、雪かきとかするときは俺それしてんだけど。そうん。用途違うんでしょ、それでもね、分厚いから、うん、結構雪かきとかするときにやりやすいよ。草むしりもいい。草むしりもいいんですか、うん、その分厚い手袋は。じゃあ本来の用途は、じゃあ洗ってまたこうじゃがいもの、ただそうじゃがいもの皮はやってみたけど、うん、これは剥けないね。剥けないんですよね。俺もやったから、うん、たこれはね、欲しくなって買ったけど、うん、これは剥けないわ。剥けない剥けない。この剥けなさはないぞと、まあ、最終的にはピーラーに頼ってしまう。そうです、ピーラーもうねもうね、すぐにピーラーにしてね。ピーラーが一番、そうね、ピーラー最強。1分も試してません。なんで今ジャガイモの話をしてるかよくわかります。そうなんですよね。ポテト。最初にデートに誘うのはフジロックは結構。フジロックはね、逆に言うと、はい、フジロックってかなり苦労するんですよ。はい、うんうんうん、移動もまず苦労するし、はい、宿取んのも苦労するし、はい、場所ついてから雨降って、はい、っていうのもあって。はい、苦労するんで、はい、最初に連れてってそこでいろいろ苦労しながらも楽しめたり、助け合えるんだったら長く続くけど、逆に分かりやすいかなっていう感じ。判断基準、だから難易度高いってことだよ、逆に言うと、はいはいはい、うん、でもそういうのって逆ね、会う人とは大変なところでも会うじゃん、はい、そうですね、うん、アクティブな女性にはいい、うん、うん、今の俺の奥さんと結婚してらっしゃるんですね。結婚し、うん、そう、コッペのくせに結婚してるわけよ。いや、それは関係ないですけど、うん、はい、今の奥さんを、はい、フジロック結婚する前に一緒に行ったのかな、はい、最初は、はい、でやっぱそこでなんか普通に楽しめたから、うん、結婚できるなっていうのもあるよ、なんかそういうのも。あ、なるほど、うん、
ほど。じゃあもう結婚する前にも行ってたってことですね。ああ、そう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 、うん、結婚する前に行ったわ、うん、なるほど。ああ、まあディズニーランドとかとはちょっと違う感じですもんね。ディズニーランドもさ、あれじゃない、やっぱり言うじゃん、言いますね、待ち時間がね、行くと別れやすいって、はい、うん、それと同じことよ、はい、結局ディズニーランドっていうのはさ、行ってさ、うん、まあ大体は女の人が楽しみたいんだけどさ、うんうん、待ったり並んだりさ、うん、なんか暑かったり寒かったりするじゃない、しますね、うん、ね、それを一緒にその待ち時間も合わせてあげながら楽しめたり、あの向こうと一緒にいられると、なんか夫婦になってからもそんなには、うん、そうですね、なんか急になんか結婚が墓場みたいになんないんじゃないかなと思います。並んでる時間が長すぎてこう余計なことまで喋っちゃうみたいな、うん、まあ、あるね、うん、苗場で会ってるけどユーミンは出ないんですね、いまだに、うん、そうだね、かわいそうだな、なんか空に憧れてるけどね、ユーミンなんか出たかな。でもユーミンって音楽的には出てもおかしくない感じだけど、あ、そうなんですよ、うん、と思うんだけど、でユーミンは荒井由実の頃だったら出れたんじゃない、荒井由実のイメージの方で出れるんじゃないかっていう感じは強いよね、荒井由実、うん、そうですね、なんか今も悪くないんだけど、荒井すごいあれですよね、やっぱり昔の方が味があるっていうか、うん、そうそうそう、その色がある、ある、ね、強い感じがする、うん、なるほどね、はい、じゃあすいません、いろいろとお話聞かせていただきまして、いや、楽しい時間でした。じゃあ、また、次回出るときはよろしくお願いします。はい、お願いします。